以上、宇都江渓谷、宇都江四十八滝、滝行巡りでした。4つぐらい滝行できたかな。ただちょっと今日は到着するのに遅くなっちゃって、次の滝も行かなきゃいけないので、全部は滝行できなかったのでちょっと残念ですが、まあでも大きい滝は大体できたのでいいかなと思います。まあ激しい滝もなくて、初心者には滝行巡りにはいいかなと思います。それでは次の滝行ってきます。ドラス見て大体ですけど、スカンタカステンブル、今日は、高田市の大倉滝に来ています。これから滝行滝巡りしたいと思います。ちょっと更新頑張るぞ。くるり岩に来ました。すごい岩ですね。すごい。ちょっと怖い。落ちないことをお願いします。くぐりが、くぐります。しゃ、滝行巡りでした。滝行2つかな。40分くらいで行けますね、往復で。それでは、高山滝巡りでした。それでは次回の滝でバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。